2023年9月28日に台湾南部高雄市にある台湾国際造船大船において進水式が実施された。台湾が初めて国産で建造した通常動力型潜水艦海鯤海鯤海鯤の偽装工事は順調に進んでいるとみられ、2024年2月27日には乾ドックに移される際の様子が撮影された動画が公開されたよ。ちなみに海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦における命名規則に則っていて、潜水艦の命名については海プラス動物名とされており、海と創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものだな。今回は台湾初の国産潜水艦の建造について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回の移動作業は艦体を隠す目隠しなどの措置がされないまま行われていて、潜航時の海底地形探知などに使われる監視神型の高周波ソナーや側面アレイソナーなどの他に、魚雷発射管や排水口など、昨年9月の進水式では中華民国国旗で覆い隠されていた艦首部分の各種装備が確認されたよ。海鯤の艦体サイズは全長80メートル排水量2500トン3000トンの情報ありとされ、国産潜水艦とされて入るものの、戦闘システムはアメリカの原子力潜水艦に搭載されている、ロッキード・マーティン製のものが採用されて搭載されることになっているほか、魚雷も最新技術が込められているロッキード・マーティン製のNC-48を調達して搭載される予定なんだって。機関方式はディーゼルエレクトリックであるが潜航時の電力源として、日本の海上自衛隊の通常動力型潜水艦操縦型の11番艦応流と、12番艦投流そして後継の太芸型の1番艦太芸、2番艦白芸、3番艦人芸に搭載されているリチウムイオン蓄電池が搭載されていることで注目を集めているね。太芸型と同様に高性能リチウムイオン蓄電池を大量に載せているとみられ、この蓄電池の蓄電性能によってやはり太芸型と同様に2週間ほどの連続潜航が可能と推測されているな。海鯤は2020年11月24日に台湾国際造船で寄港され進水まで2、3年を要してきたが、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻12隻との情報もあり建造する計画であるとされ、日本円にして1兆6000億円に及ぶ予算を組んだと言われているぜ。今回動画が公開された海鯤の偽装工事が完了して台湾海軍に収益する時期について、蔡英文総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声もあり、2024年末から2025年にかけての時期になるだろうとの見方が主流だね。台湾海軍は現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有しているけど、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しいシャチでさえ1988年に収益していてその艦齢は36年にもなるんだ。このシャチは海竜級通常動力潜水艦の2番艦で、海竜級はオランダ海軍のズバールトフス級通常動力型潜水艦の改良型とされ、この2隻は現在の台湾海軍では貴重な虎の子的存在だね。基準排水量2300トン水中排水量2600トン全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルと海鯤より一回り小さいが、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮するほか、6門の 533mm 魚雷発射管からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされ、現時点においてもある程度の戦闘力を持つ通常動力型潜水艦として評価されているぜ。しかし日本の海上自衛隊で言えば、すでに2世代前の潜水艦としてその全てが退役している、渦潮型潜水艦と同世代であり、さらには2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する、沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどとも同世代の旧式潜水艦であるため、高性能化が著しい中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばないばかりかレンドが低いと見られている。中国軍の哨戒能力でも探知が可能で、
しかも運用されているのが2隻のみでは中国にとってさほどの脅威とはならないとされてきたわけだ。なぜ2隻しか購入できなかったかについては、台湾海軍ではこの海琉球潜水艦をオランダのスフェイエノール都社から6隻購入する予定であったけど、この契約について中国がオランダ政府に対して強烈な外交圧力をかけたことにより、中国との関係悪化を恐れたオランダ政府がストップをかけたためとされているんだ。台湾海軍では海琉球の他に2隻の通常動力型潜水艦を保有しているけど、コラレはいずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたいわば骨董品だね。そのうちの1隻海氏は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され、基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 メートルの艦体に 533mm 魚雷発射管を10門備えているものの、近年では艦体の耐圧からの歪みが発覚するなどして、水深20メートルまでしか潜れないとされ、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクの退役後に台湾海軍に売却されたもので、同艦も全近代的な潜水艦として開始と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと言われているため、中国海軍から見て脅威となる存在ではないぜ。その台湾海軍がこの先、日本の最新鋭潜水艦である太平型と同等かそれ以上の性能があるとも言われている。潜水艦を12隻も保有することになれば、中国海軍にとっては厄介な存在となることは間違いないと見られているな。しかしながら戦術したようにこれまで国産潜水艦を建造した実績がない台湾がいきなり、戦後数々の潜水艦を自主開発し続けてきた日本の最新鋭潜水艦と肩を並べるほど高性能な潜水艦を設計建造したことについては、西側諸国欧米メディアによると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国からの技術提供があったのではないかとの見方が広がっているよ。西側諸国の中で中国に対して表立って対抗できるのはアメリカくらいのものだけど、アメリカでは1959年に最後の通常動力潜水艦バーベル級3隻を建造したのを最後に、同級の設計資料を日本とオランダに譲渡しており、日本では渦潮型、オランダでは台湾海軍海流の原型であるズバールトフス級潜水艦に引き継がれ、それ以降アメリカは原子力潜水艦しか建造していないんだ。そして海溝の蓄電池がリチウムイオン蓄電池であることと、双流型と太平型に採用されている、 X 字舵が採用されていることなどから、設計建造については水面下で日本からの技術提供があったのではないかとの見方もあり、これらの他にも日本は水圧に耐える超高張力鋼の製造技術に長けていることから、民生レベルでの技術協力といったような形で製造に関する技術情報を提供している可能性があるとの見方もあるよ。台湾の潜水艦建造において海溝の建造に目処がついたことから、さらに中国大陸の内陸部を直接攻撃することが可能となる長射程のスタンドオフミサイルを発射可能な潜水艦開発を進めるのではないかとの噂があるな。現在反撃能力としてスタンドオフミサイルである12式地対艦誘導弾能力向上型の開発を進めている日本と同様に、台湾においても中国軍による台湾侵攻の可能性が高まった場合に先制攻撃が必要との声が高まっていて、現在保有している中国大陸に届く射程約 600km の国産巡航ミサイル U-2E の量産を開始し、射程 1200km の改良型も開発中だと伝わっているぜ。そしてそれらを発射できる潜水艦を多数建造して中国への抑止力にすべきとの意見が、台湾国内においても次第に高まりを見せているとされ、中国がこれまでのように武力の威嚇で台湾を制御することが困難になっていくであろうとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録してね。西
西之表市の占拠が始まり、結果によっては馬毛島の基地計画にも影響を与えると見られているよ。中国の脅威を考えると待ったなしの案件だし、今更反対なんてつべこべ言わせず、さっさと進めろという過激な意見もあるようだな。さて今回は馬毛島基地計画の反対派や賛成派について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年8月6日、防衛省がアメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市にある、馬毛島に整備する港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になったよ。これまで公表していた滑走路や島内施設に加え、出雲型護衛艦などが入港できる仮設桟橋3本などがある、大規模艦船経由施設の建設が新たに加えられていたためだね。この馬毛島は種ヶ島の西方 12km にあり面積 8.2km2、周囲 16.5km の低地で平らな無人島ですが、2005年平成17年の国勢調査によると、タストンエアポート社という企業当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっているんだ。その後、2007年頃からアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP フィールドカーリアーランディングプラクティスの候補地として上がるようになったな。そして2010年、防衛省は馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定し、滑走路整備による航空基地としてだけでなく、上陸演習場事前集積拠点としての利用、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種ヶ島などで地元説明会を開催したぜ。聞くところによれば、2011年平成23年には馬毛島開発のオーナー問題やタストンエアポート社による滑走路建設などの事業が原因で様々なトラブルが発生していたんだけど、日本政府が間に入って、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年平成30年には防衛省が馬毛島を海上航空用自衛隊の拠点として活用する方針を発表したんだ。この間、東日本大震災という最大の天災や民主党から再び、自民党へ政権交代があったが、この件については問題なく継続していたということだな。2プラス2の方針では出雲型護衛艦に艦載する予定で宮崎県のニュータバル基地に配備される、F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用し、さらに海上自衛隊鹿屋基地の P-3C や航空自衛隊ニュータバル基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている、F-15J を有事に分散配備する先として利用することなどが盛り込まれていたよ。住民からすれば騒音計画とも言えるようなものだったわけだ。防衛省は当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、航空自衛隊の F-15J 戦闘機を使用して FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を2021年5月に行って、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明も実施したんだけど、住民の多くを占める高齢者の方々がその内容を理解したとは到底思えないんだよね。種ヶ島の西之表市では2021年1月の市長選挙で基地整備に反対する矢板氏がわずか144票差で当選したよ。今後の馬毛島基地計画の推進を懸念する声が上がったんだけど、西之表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しているから、この先については、市長と反対派の市議 VS 推進派の動きが注目されるところだろうね。すでに種ヶ島島内の3市町村の中で、中種町と南種町は町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているぜ。現在防衛省では陸海空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案し、150から200名の隊員を常駐させる予定になっているらしい。そのため種ヶ島に宿舎を建設して、家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種ヶ島の宿舎から定期船などで通勤することになるみたい。この移設によって過疎化が進む種ヶ島2000人近い若い世代の人口が増えると見込まれるんだって。それは地域の活性化には望ましいことだし、基
地や宿舎で消費される食料品や生活必需品は地元で購入することになるはずだから、島内経済の活性化にも大きく貢献すると期待する意見があるよ。そういったことを判断して、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると見る向きが多いのは当然かもしれないな。2021年8月6日に防衛省が発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋などの艦船の係留施設設置計画が記載されていることだな。これによって19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲型護衛艦の接岸入港が可能になるものとみられるよ。その係留施設は桟橋の他に、防波堤や小波堤が建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には、必要不可欠なのだが、これらが沖合1300メートルまで延長されるということに漁業への影響が懸念されるわけだ。工事資材などの運び込みのために3本の仮設桟橋が設置される予定で、内訳は500メートル級が1本、700メートル級が2本ですが、これらは当然ながら工事終了後に撤去される予定だぜ。イメージ図には他にも滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などの飛行場支援施設、訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなど以外にも、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されていて、万が一の有事にもいつでも対応可能というくらい整っているという人もいるらしい。冒頭でも述べた通り、馬毛島はもともとアメリカ海軍空母の FCLP が行われる施設として利用する目的の場所だったんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しているんだけど、その間艦載機パイロットは空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP の実施が義務付けられているみたい。平時の場合、年に1回または2回の訓練を5月か8月に実施しているようだな。FCLP について説明すると、空母出航直前に集中して実行するもので、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練だね。ネックになるので夜間離着陸訓練 NLP で騒音問題が発生しているんだ。当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地としていたため、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状ってわけだ。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは 1000km もの距離があり、アメリカ海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念からアメリカ側は不満を持っていて、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからもこの近辺での FCLP 実施を要望していたということらしい。距離の問題だけでなく、硫黄島には現在も活火山があるので地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかるんだよね。だからこそアメリカ海軍は岩国基地より近い馬毛島での FCLP を期待しているわけ。馬毛島の面積の 99.6% はすでに国が購入済みのようで、残りわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているぜ。この私有地を焼いた西之表市長などの反対派が拠り所にしているし、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして自衛隊施設建設を拒絶すると思われるな。しかし、基地賛成派からすれば、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の意を表しているから、この反対は大きな障害にはならないだろうと見ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプの導入を進め40機を保有しているよ。ただ、アメリカと敵対するイランの国営放送であるイラン・イスラム共和国放送が開設したニュースサイト、パーズ・トゥデイが2022年10月20日に配信した記事によれば、
韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったとして批判したと報じたぜ。今回はそんな韓国が F-35 戦闘機の欠陥を指摘した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、パーズプデイはさらに、この議員が与党である国民の力の新温宿議員であることを明らかにして、同議員が取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回の緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしていると述べたとして、韓国では去る5月に、F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止されました。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望していると述べたと結び、新議員が2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたとも報じたよ。パーズプデイがイランのメディアであることから考えて、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生していることは事実だね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、1機に操縦電子系統の異常が発生して3機の降着装置車輪すべてが作動しなくなり、中西南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である瑞山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して無事に着陸を果たしたぜ。韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見られないとして、同空軍のパイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した基地消防隊の迅速かつ、正確な措置のおかげであると自画自賛の発表をしたな。その上で韓国空軍は、今回の降着装置の故障について、F-35 の事故としては初めてのケースであるため製造元であるアメリカのロッキード・マーティン社の協力を仰ぎ原因を調査するとして、それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、韓国与党議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったものとみられているらしい。この事故の原因については後日、バードストライクが原因であることが明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突してその衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことによって、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したためであることが分かったよ。このことについて2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体について、損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまっていると判明され、修理にかかる費用について製造元のロッキード・マーティンからは1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額については新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近いものであり、韓国側からはこの機体を修理せずそのまま廃棄処分として訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に充てるなどが検討されているというね。韓国の共食い整備は F-35 だけに止まらず F-15K などの他の戦闘機や航空機においても広く実施されていることは知られているんだけど、実は韓国には F-35 の運用においてそうせざるを得ない理由があるみたい。F-35 の修理やメンテナンス、特に胴体下部のステルス塗装などは、アメリカ軍の極秘事項であるために、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、
その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の3カ所しか設置されていないな。韓国に最も近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工に設けられた MRO&U であるが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってからというもの、その露骨な反日姿勢によってそれまで両国政府によって話し合いですでに解決済みであった徴用工問題を蒸し返され、また韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否しているぜ。そのため胴体着陸で損傷した機体を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させると思われるけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたとされ、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新規で1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったんだよね。今回のイランのメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを行って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があるのではないかとの見方も出ているみたい。2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際に、F-15 系の製造元であるボーイング社が、ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。これについてはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの憶測が流れ、これについては明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他にさらに20機を購入する予定としていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのではないかとの見方をする向きもあるな。また韓国では2022年5月、強硬に反日政策を推し進めてきたアヤザイトラ政権から日本との協力体制構築を目指すタダ・スズエツ政権への交代があり、それまでの国を挙げての反日から180度転換して親日に方針が変わったとされ、2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した。海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだとして韓国国内で形容することを固くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことについて、国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が見られているぜ。そのようなこともあり損傷した F-35 の修理がアメリカまで運ばずとも日本で実施する可能性があるとの見方が出始めていた中、アメリカ国防総省は世界で F-35 の導入機数が増え続けていることから、MRO&U 機能をさらに展開させて運用各国の部品入手性と稼働率を高めるとして、これまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも修理体制を整備することを明らかにし、2025年以降はインド太平洋地域では韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えがあることを示し、韓国空軍が F-35 を自国で修理できる可能性が生じているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。